はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。先日 NHK 福祉大相撲が東京両国国技館で3年ぶりに開催されましたね。ね、違った一面が見られる人気のイベントでもあります。その中で先場所優勝の大関貴景勝がトークショーに挑んだという記事がありました。そして春場所、来場所への、綱取りと、これに対しての意気込みを語ったという記事があったのって、このスポーツ報知さんのね記事をもとにちょっと話をしていきたいなと思います。この記事のタイトル、貴景勝いいとこ取りで春場所綱取り、得意の突き押しと安定の四つ相撲をハイブリッドで極めると、こういったタイトルになっています。貴景勝の相撲といえば、もちろん皆さんすぐ想像つくと思います。押し相撲ですよね。突き押しと言いつつも突っ張りはほとんどしないので、ほぼ押しつくときはなんか両手でこうバーンと距離を取るみたいなイメージで、突き押しってよりも押し相撲のイメージですね、個人的には。ただそれと四つ相撲のハイブリッドということが最近ちょっと話題になっていますね。これまではね、突き押し一本で勝負してきたという自負が、もちろん自分の中でもあると思うんですけども、ただその中で腰の構えや足の運びなどを工夫した独自の四つの押し相撲、四つの押しというものをね、最近というか、極めると、これで横綱を狙うと、そういう覚悟らしいんですよね。これがどういうことかというと、四つと押しって、いわゆる相撲のスタイルを2つに分けた時に四つ相撲と押し相撲ね、分かれると、それぐらい相反するもの、どっちか、大体皆さんね、どっちか得意なんですけども、どっちも得意って人はなかなかいないし、四つ相撲の人でもね、回し取らずに押し相撲で勝つこともあるし、その逆もあるんだけど、基本的には自分の形で四つか押しか、どっちかでやっていくというのが、通説となっていますね。で、特に、貴景勝さんが来場所を狙う横綱という地位は、基本的には四つ相撲の人がなってきましたね。現在の横綱照ノ富士さんも四つ相撲で、白鵬さんとか朝青龍さんとかもね、横綱になってから四つ相撲になりましたけど、そういう基本的には四つに組めることが横綱の条件というか、組める人が横綱になってきたという歴史があります。そういう経緯もあって、押し相撲が得意な貴景勝さんの横綱っていうものを疑問する人が結構多いのは事実ですね。ただ貴景勝さんが磨くこの4つの押しというのは、本人曰く、安定感のある4つの押しを磨いたら突き押しでも安定感が出ると思い、20歳ぐらいから取り組んでいる。決して4つ相撲を目指しているわけではなく、あくまで自分の長所の突き押しを磨く、でも押し切れなかった時にどう攻め直すか。ここでまず驚くのは、20歳ぐらいから取り組んでるんですよね。現在貴景勝さん26歳なので、20歳ぐらいというと新入幕ぐらい、もうちょい前かな、それぐらいからこの押しだけじゃ無理だ、押しだけじゃ無理というか、押しプラスアルファ、この本人の言う四つの押しというものについて、考えて稽古していたというのにね、まず驚きましたね。押し相撲、本当によく言われているのが、この記事にもある通り、破壊力がある一方、四つ相撲に比べて安定性に欠けるとされ、好不調の波が激しい。それは僕もずっと相撲やっていた中でそう思います。確かにハマれば強いし、なんか乗った時とか強いんだけども、ちょっとこう立ち合いのタイミングがね外れたりとか、ちょっとミスしただけでもなかなかね取り返しがつかなくなったりとか、そういうなんか見ていてすごく気持ちのいい相撲が取れる時もあれば、あっさりもろくいっちゃうみたいなのがね、四つ相撲じゃなくて押し相撲の感じでしたね、体感としても。ただその弱点を補うべく本人が考えているのが四つの押しと、こういった相撲になっていますね。記事にはこうもあります。貴景勝の突き押しは一気に走って出るのではなく、四つ相撲のようにどっしりと腰を据えながら進むため、前に落ちることが少ない。確かに、しかも最近ですね、かなり顕著に貴景勝さん立ち合い当たって一気に押し出すってよりも、当たってこう弾いたりして相手を見ながらね、そこから叩き込んだりとか、
まあ、そのまま押し出したりとか、押し相撲なんだけど、なんか従来の押し相撲とはちょっと違うなっていうのは感じていましたが、まあこういうことだったんでしょうね。これがまあ4つの押しというか、押し相撲なんだけど、まあ、四つ相撲のようにこうじりじりと相手をね詰めていくみたいな相撲を目指しているのかなと思います。確かにこれだったら、まあ、押し相撲がよくある立ち合い変化でなんかバーンと落ちたりとか、ね、あっさりもろくいくみたいなものが確かに減るんじゃないかなと思いますね。まあ、見ていても減ってるし、まあ、その結果がね先場所の優勝だと思うので、これは着実にね成果が出ているのかなと思います。さらに貴景勝さんはこうも言っています。昭和の力士の映像を研究する時も突き押しは見ずに四つ相撲の足の運びを勉強していると。腕はあくまで付属品といって下半身を重視しているというところですね。まあ、突き押しの相撲っていうのはまあ本人がもうずっとやってきたものなので、もうある程度体に染みついてると思うんですけども、それにプラス四つ相撲の足の運び、まあ、ここはね、まあ、僕もどっちかっていうと組んで相撲を取るのが得意だったんで、押し相撲の人のことはあんまりよく分かんないんですけども、押し相撲の人は確かに足の運びね、かなりなんていうんだろうな、まあ、スムーズというか前がかりというか、まあ、とにかく前に圧力をかけることを重視しているので、まあ、ちょっとかかとがね浮き気味だったりとかね、そういう感じなのかなと思いますね。まあ、対して四つ相撲相手との距離も近いし、回しも取っているので、なんて言うんだろうな、まあ、より確実に攻めるみたいなね、まあ、そういう感じで足の運びっていうのは確かに、まあ、違うのかなと思いますね。そしてこの押しと四つのいいとこ取りをしたハイブリッド、四つの押し、これがねもう本当に成果が出てきて、なんと昨年1年間2022年の1年間で50勝のうち1勝しかなかった投げ技での白星、これが先場所12勝したうちの3勝がね投げ技だったと。昨年1年間で1回しか決まらなかった投げが先場所だけでも3回決めれるようになったと、まあ、いわゆる負けない相撲、これがね成果が出て優勝できたのが、まあ、先場所だったと、まあ、大関本人もこれにはかなり手応えを感じているということですね。確かに宮城野親方とかも言ってましたね、相撲の幅が出てきたと。それまでの押す一辺倒じゃなくて、まあ、投げだったりとか相手を見ながら攻めるみたいなね、爆発力という意味では見た目ではちょっと落ちたかもしれないんですけども、まあ、その中身の変化っていうのは確実に、まあ、磨かれていって、さらに宮城の親方とかね、まあ、他の親方氏も言ってましたけども、そういう一流の力士たちにも分かるほどになってきたと、まあそういうことですよね。確かにね、貴景勝さんの相撲の変化っていうのは勝ち星取り組みの決まり手にも現れていて、まあ、ベースはね押し相撲なんですよ。それは間違いない。先場所12勝のうちの中で押し出しで勝利した数っていうのは6番ありました。半分だから、半分はねしっかり押し出しているんですが、その他にはね、突き落としが1番、叩き込みが2番、そして投げで勝ったのが3番あるということで、あくまで押し相撲をベースにしながらも、そこから4つの押しで相手を見ながら一気に押し出しちゃうパターンと突き落とすパターン、そして組んでしまったり、自分がちょっと不利な体勢になった時に逆転の技として小手投げだったりすくい投げだったり、まあ、こういうものがねできるようになったと。今までのね優勝というものから一つこうレベルアップした優勝だったなっていうのがね、まあ、結果からもね分かりますね。まあ、さらにね年間のね結果見てても、貴景勝さんがこの四つの押しっていうのがだんだん馴染んできたっていうのがね分かるんですよ。まあ、先場所12勝3敗で優勝、その前も12勝3敗で、まあ、優勝同点と、そしてその前は10勝11勝と、でその前がね8勝8勝なんですけども、成績を見るとやっぱり徐々にこう右肩上がりになってると、星も伸びてきてるし、まあ、優勝という結果にもなっていると、まあ、これがねなんか今年昨年1年間で徐々にね本人の中で4つの押しというのが、20歳から取り組んできた4つの押しというのが、まあ、ここに来てねついに、まあ、染み込みつつあるのかなと思いましたね。
いやでもね、僕はねここ1年間の成績見てここ1年ぐらい取り組んできたのかなと思いきや、なんと20歳の頃からもう6年もかけてやっていたと。そしてやっと花開いてきたと。いやこれはねほんとびっくりしましたね。まあ本人もね月押し一辺倒というか言われて、まあそれじゃ無理だとかね、まあ今も言われてるしずっと悔しい思いはねしていたと思いますが、ついにね貴景勝という力士の完成形というものがね、まあ、見えてきているんじゃないかなと思いましたね。そういう意味ではまだまだ伸びしろがあるというのがねこの貴景勝という力士かもしれないですね。まあ来場所の綱取りというものはそのなかなか明言はされないんですが、先場所優勝しているということで来場所の結果次第星次第では横綱というものはまあ現実的になってくると思います。まあ、この4つの推しもうねある程度自分の中でも染み込んでいるし通用するのも分かったと思います。あとは現在休場している横綱にねどこまで通用するのかと、まあ、これがね見ものですよね。まあ、もし照ノ富士関が出てきた場合ですが、はい、ということで今日はスポーツ報知さんの記事をもとに話してみました。まあ、昨日のトークショーでね結構他のとこはね貴景勝のなんか焼肉のうんぬんみたいな話をね言っている中、しっかりとこういう4つの推しという貴景勝本人がね一番手応え感じているところをね記事にしてくれていて、まあ、非常にねありがたいなと思いました。ということで番付発表2月26日です。楽しみに待ちたいと思います。ということで終わり。ありがとうございます。